三影です。パッツンにしてきました。これで帽子かぶったら前髪ちょうどいいかなと思って、今日はなんと久しぶりに関西からゲイ君が来てくれました。ロピクです。ロピクです。明日は一生懸命、もうちょっといろいろありすぎたっすね。はい、大変でしたね。大変、もうこの2ヶ月、うん、練習もね、その合間に行ってたみたいですね、うん、動画見ました。お疲れ様でした、今日まで練習ありがとうございます。明日出し切ります。楽しみりんですね。楽しみりんじわじわしますから、ボコボコりんにできるかな。いい加減したいな、ボコボコに。いい加減近くで舞いますから、待ってくれるんですか。じわじわします。勝利の前やってくれるんですか。デュアデュアします。あ、デュアデュアめちゃくちゃ面白い。あんななんか新しい言葉を生み出すのはすげえな。ニコちゃんから聞きましたよ。デュアデュア、デュアデュア、俺は日頃から口ずさんでる。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ使わせてもらってます。明日ね、本当にドキドキリンですけど、うん、いや、なんか、うん、波乱が起こるでしょ。うん、え、みかげちゃんそういうの大丈夫なんかな、女の子やけど。戦います。戦うんすか、立ち向かう男たちに。そう、立ち向かいます。かなりヘビー級のやつとか、うん、もう変なやつがいっぱいおるけど、うん、大丈夫だよ、人間だから。結構その辺は、うんうん、強いね、うん、幽霊が一番怖いです。いや、幽霊が怖い。そう、みんなでね、うんうんうん、止めれば大丈夫かなって思ってます。そうやね、うん、前日ですね、明日ですね。はい、うん、今夜寝れそうですか。今夜も俺もね、結構寝つき悪いんですけど、はい、今日はもうがっつり疲れてるようにして、はい、寝れるようにして。はい、逆にこれで寝られへんかったらやばいかな。ああ、明日のね、うん、ヘロヘロになる。でもデンジャーファイトの時そんなコンディションやった。ああ、そうなんだ。疲れまくって来たんだけど寝れなかったんですね。今日はさすがに寝れるやろうなと思ったら、初めての、試合、はい、プラス瓜田純一さんに初めて会うっていうので、もう、はい、頭が覚醒して、ドキドキ、ワクワクとドキドキですね。多分デンジャーファイトは30時間ぐらい起きてすごいですね。激しく起きてますね。すごいハンデ、すごい、すごい体力ですね。もう目パッキパキで戦ってたよ、あれ、うん、実は。今日寝れるといいな。今日寝れるといいな、うんうん、ちょっとでもね、うん、寝れるといいんですけど。ただ明日もう初っ端から戦うんだ、うん、俺はとか思うと、きっとね、投手とかが男性だから燃えてきちゃう、うんうんうん、そうやね、うん、もうだからある程度ちょっとクールに、うん、あんま考えんとこかなみたいな、うんうん、まあ、明日起きてからなんか考えようかな。そうですね、あんまあの戦い方どうしようかとか動画とか見始めちゃうと思うと、ああ、キリがないですからね、うん、それはでも 俺はあるかもしれない、そういう、うんうん、なんかあんまり相手の動画見たり相手のキャリアとか聞くより、うん、もう何も情報ない状態で自分を高めれるとこまで高めてもう やるだけっていうか、うんうん、結構ね、俺結構考えるんですよね、そういう情報が入ってくると。あ、うん、まあ考えないように情報入れない、うん、2ヶ月だったんですね、できるだけ、うん、はい、だから対戦相手の動画は俺見てない、あんまり。ああ、うん、わざとね、うん、はい、明日デュアデュアするから、うん、頑張ってください。勝利のデュアデュアお願いします。はい、明日2時から配信、14時昼のね、うん、14時するようですので、そちらのチャンネルと、あとレイ君のチャンネルと、あの運営の方のチャンネルを概要欄に貼り付けます。はい、皆さんチャンネル登録して明日の大会見てください。お願いします。お待ちください。よろしくです。見かけはちょっと端っこにいます。また明日、明日見てください。よろしくお願いします。その上どうもありがとうございました。